西口の新旧駅舎旧駅舎廃棄駅は、長崎県佐世保市廃棄一丁目にある、九州旅客鉄道の駅である。長崎県北部の鉄道交通の要衝となる駅で、全列車が停車し、特急、緑、ハウステンボスの並結列車が当駅で分割、併合を行っている。当駅の所属線である佐世保線と、当駅を起点とする大村線の2路線が乗り入れている。 複数の JR 路線が乗り入れる駅としては、日本最西端にあたる。佐世保線の普通列車は朝、夕方の下り3本上り2本を除き、当駅で乗り換えとなる。当駅以東の普通列車の一部は、長崎本線に直通して、鳥栖駅まで乗り入れ、一往復のみさらに、鹿児島本線に直通して、文字港駅、吉塚駅発着で運行される列車もある。 吉塚駅始発の列車は2012年3月16日までは山陽本線下関駅が始発で佐世保線の列車としては本州に乗り入れる唯一のものになっていたその後も事故駅始発に変更されたのを経て2014年3月15日より現在の区間となっている大村線は当駅が起点であるが当駅始発終着の列車は朝晩の普通列車の一部のみで 特急、ハウステンボスは、佐世保線非全山口駅方面に乗り入れて、博多駅まで、快速、区間快速全列車と残りの普通列車は、佐世保線佐世保駅までそれぞれ直通している。かつては、松浦鉄道西九州線の列車も一往復、当駅まで乗り入れていたが、2020年3月14日のダイヤ改正で、松浦鉄道との直通運転は終了した。 当駅は佐世保線の中間駅、大村線の起点駅であるが、駅構内の配線は大村線と佐世保線の双方向が直通可能で、佐世保線はスイッチバック構造となっている。これは、当駅がもともと長崎本線から佐世保線が分岐する駅として開業した名残で、1934年に長崎本線が 現在の非前鹿島駅経由のルートに変更された際、非前山口駅当駅間は、従来の佐世保線である、当駅佐世保駅間と統合されて、佐世保線となり、当駅諫早駅間は、大村線として独立した結果である。また、長崎駅の連続立体交差事業に伴い、長崎車両センターが、長崎駅から当駅に移転することが決定し、2010年8月から、 移転工事が始まっていたが、2014年3月15日に、佐世保車両センターとして開業した。1.2番乗り場と4.5番乗り場の,リバの地平式島式ホーム2面4線と留置線を持つ、京城駅。二つのホーム及び駅窓口、売店、改札口は、古線橋でつながっている。開業時からの初代駅舎が、老朽化したことにより、京城式駅舎に改築され、 2014年10月に共用開始された。同時に駅の東西両側を結ぶ自由通路が設置されている。運行上の拠点駅で当駅発着の列車も多いこともあり、切り込み線の1番線が佐世保線専用、2番線を佐世保線上り普通列車が使用しないことを除けば、普通、快速列車はどのホームも区別なく用いられている。緑、 ハウステンボスの分割、併合は7.205が4番乗り場で行うのを除いてすべて2番乗り場で行われているため、特急列車は主に2番乗り場、一部は4番乗り場を用いている。また一般に切り込み線は短いことが多いが、当駅の1番乗り場はかつては4両編成程度の対応しかなかったものの、JR かごに緑がカモメとの並結をしない列車で、 多脚機に増結することなどに対応するためへ延長され、現在当たり駅を経由する列車では最長である8両編成の緑など長編成にも対応したものとなっている。3番線に留置されている783系ハウステンボス色3番線はホームの内渡り線で機関車牽引列車がスイッチバックを行う際はここで機関車の付け替えを行うが、 2000年3月11日に、赤月の佐世保駅発着列車が廃止されて、以降、当駅に乗り入れる機関車県員の定期列車はない。そのため車両の留置に使用されることが多く、日中では、右写真のように主にハウステンボス用の783系が留置されていることが多い。なお、7つ母子院九州が2015年3月15日ダイヤ改正より、 有田駅で一部の乗客を降ろしてから、佐世保駅まで乗り入れるようになったが、当駅では列車は4番線に停車し、機関車の着回しは5番乗り場を用いて行っている。かつては2面のホームを0.1番乗り場、3.4番乗り場、渡り線を2番線としていたが、2013年3月16日のダイヤ改正時に各番線に一ずつ加え、現在の故障となった。 直営駅で緑の窓口、自動券売機が設置されている。自動改札機は設置されていない。エレベーターについては、古戦橋の改築に合わせて2012年10月に設置された。開業時から1984年まで廃棄機関区、廃棄客貨車区が設置されており、機関区で使用されたレンガ作りの給水塔が残されている。現在は、機関区及び、 客貨車の跡地を活用した佐世保鉄道事業部が併設され、広いヤードや転車台を持つ。夜から早朝にかけて校内に退泊する車両が多く、当駅から佐世保間には回送列車の設定がある。2007年11月28日より自動放送が導入された。編成両数や特急の座席の種類や号車番号、停車駅、ホーム停車中の列車などの案内放送、 列車接近時の放送、発車放送など詳細な放送を行う。長崎県長崎鉄道高架整備事務所によれば、2010年8月上旬に、長崎駅から当駅への車両基地移設工事が着工された。2010年度分の工事は資料によれば、仮留地線の増設改札口左側の洗面所の先にあった、古典橋の改札口前への移設島式ホームの 伊佐早方への延長及び佐世保型部分の撤去である。また、その他の季節の佐世保鉄道事業部内の配線も全面的に再構成され、駅前広場東口が整備される。転車台、留置線2010年着工分の仮留置線は、最終的には撤去され、以下に上げる設備が設置される。研修湖給油線自動洗浄装置洗浄線。 留置線点車台引き上線また、車両基地移設工事に関連して、廃棄駅周辺整備事業として、下記の事業が行われる。駅前広場東口整備東西連絡通路整備、冷えた第一踏切拡幅2019年度の1日平均乗車人員は1685人で、ある。各年度の1日平均乗車人員は、以下の通り、ありがとうございます。